神谷静香は離婚した後も以前と同じマンションに住んでいる。電話で面会を申し出たらあっさり応じてくれた。あら、いらっしゃい。その節はどうも失礼しました。あら、いいのよ、お気になさらなくて。離婚してせいせいしたわ、感謝してるくらい。今日は別件でお伺いしました。はい、どうぞ、何でも聞いてくださいな。あなたはルクソールの教室に通っていますよね。お菓子教室の？ええ、西原茜というパティシエの教室です。通ってるわよ、毎週。それが何か？いつ頃から？さあ、もう半年くらい通ってるかしら。私にしては長続きしている方ね。西原茜さんについて教えてください。茜先生？先生は美人でしょ？ハーフさんだってね。お母さんはフランスの人？どういう人ですか？優しい先生よ、腕も確かだし。例えば誰かに恨まれるようなことは？誰が恨むの？あんなにいい先生いないんじゃない？そうですか。ああ、でもちょっとトラブルはあるかもね。ほう、トラブル？私のお友達で中川麻里さんって素敵な女性がいるの。はい。教室で知り合ったんだけど、本業がエステの人。エステティシャン？そうそう、それ。渋谷にお店があるの。とってもいいところよ。麻里さんを指名して毎週通ってるの。だからお肌がしっとり。話ずれてきたな。エステに通ってると肌の潤いが違うの。そうだ、よかったらあなたもどうかしら。いえ、私は。探偵のお仕事って大変なんでしょ？それはまあ、仕事で疲れた体はいたわらなきゃダメよ。女の肌は繊細なんだから、無理したらすぐに老け込むわ。何の話これ。はっきり言わないと長引きそう。エステの話はもう結構です。そのエステティシャンとルクソールの茜さんはどういう関係なんですか？ああ、そうね、ごめんなさい。麻里さんは今茜先生の彼とお付き合いしているの。は、え、茜先生の彼って？これは内緒の話ね。私が喋ったって誰にも言わないでね。どうなってんのこの町。確かな話ですか？もちろんよ。だって私麻里さんから直接聞いたんですから。男性の名前を知っていますか？そうだ、確か須藤とか菅井とか。須崎では？そうそう、須崎さん。一度麻里さんから写真を見せてもらったわ。なかなかいい男じゃない？はあ、タイプですか？いいの、私は。年下には興味ないわ。今生き方に余裕があるおじさまがいいな。そうだ、リリコさん、誰か紹介してくれない？渋めの男がいたら連絡して。坂本かな。男を紹介しろと？間に受けるなよ。紹介してくれるだけでいいの。あとは自力で何とかするから。わかりました、覚えておきますよ。ありがとう。ところで静香さん、中川麻里さんの連絡先ってわかります？自宅は知らないけど、お店の方なら。ちょっと待って、お店の名刺をあげましょう。あなたもぜひ試してみて。ハーフトーン中川麻里。ハーフトーン、このエステサロンに中川さんは勤めてるのね。そうよ、彼女のマッサージがとっても素敵なの。あなたもお願いしてみたら？ありがとうございます、お時間をいただいてご迷惑をおかけしました。ううん、全然。また遊びに来て。リリコさんならいつでも歓迎するわ。妙なのに好かれちまったな。静香は不思議な女だ。私を雇わなければひどい目に遭うことにもなかったのに。あ、だから本当にあれが素なんだと思うよ。その私に今度は男を紹介してくれと言ってきた。浮世離れしている。でもある種の男性にとっては、そこが魅力なんだろうな。年上の男性ね。沢田さんでも紹介してやろうかな。でも既婚者だろあれ。沢田さんは。それにしても静かに話を聞いたのは正解だった。中川麻里は須崎の恋人？茜さんの生徒に手を出すなんてただ事じゃない。もし本当なら須崎陽一もやるわね。でも茜さんがかわいそうだ。あの調子じゃ静かはみんなに喋ってる。全員が知ってるかもね。え？茜さんの生徒と？ちょっとびっくり。第二の愛人疑惑ってわけね。第一の愛人アスカは？会ってきたわよ。坂本くんがいてくれて助かったわ。パワーに圧倒されちゃった。ドッケに当てられたって感じ。
大きな沢で大沢アスカは本名だって。成果はあったのね。ごめん、ダメだった。名刺はもらったけどね。とにかく指名がすごいの、ナンバーワンだって。何回も席を立って落ち着かないのよね。結局5分ぐらいしか話せなかったかな。ごめん、私も坂本くんもシステムってものを全く理解しなかった。まあ坂本くんは女の子と喋れただけで上機嫌だったけどね。リリコに聞かせてやりたかったわ、あのマシンガントーク。話の内容が内容だから女の子は引いてたけどね。何を話したの？テーマは僕の発明品。今小型受信機を作成中らしいよ。キャバクラで発明の話？やっちゃったね。あの雰囲気で話を聞き出すなんて私には無理だったわ。混んでる時間帯を外せばゆっくり話せるかしら。フロアマネージャーに聞いてみたの。開店直後は空いてるけど、人気のある子は同伴だから。あー、なるほどね、ナンバーワンだもんね。結構面倒なのね。じゃあユージが同伴すれば。お願い、それだけは勘弁して。じゃあ坂本くん。それはちょっと無理かな、やっぱり。ねえ、ユージがやるしかないじゃない。わかったわよ、やればいいんでしょ、やれば。でどうすればいいの？メールするのよ、ご飯食べないって。先約があって断られても指名した時に有利でしょ。私は坂本くんと入るから。電話。はい、竹内探偵事務所です。西原茜と言います。竹内リリコさんをお願いします。私ですけど。ああよかった、引いてくれて。どうしました？今気づいたんだけど、手紙の文章が違った。ほう、どういうこと？毎日届くからつい見逃したけど、昨日から文章が違うの。ほう。今からこっちに来てもらえますか？わかりました、すぐ伺います。確かに文面が違ってる。2になってるね。 JLUTT0。 これはいつから？昨日からです。須崎さんには伝えた？ええ、電話で。何か変わったことは？特にないって言ってました。そう、それならいいけど。何か分かりましたか、手紙について？ごめんなさい、残念ながらまだ何も。でも必ず犯人を見つけるわ。犯人ですか？まだ何もしていないのに。十分に犯人よ、あなたにこれだけ精神的な打撃を与えてる。須崎さんは結構平気みたいだけど。職業病だと言っていました。人の悪意には慣れてるって。でも心配です、この頃うまく眠れない。ごめんなさい、もう少し我慢してね。事務所に戻ると他のみんなはすでに帰宅していた。自分の机に戻ると2枚の手紙が目に入った。わけがわからない。このアルファベットと数字の組み合わせは何なの？トーペドー 013RT66X0、 トーペドー 02JLTT0。 わかんないな。そういえばユージはアナグラムって言ってたな。もしかして暗号は2つ揃って初めて解けるのかも。両方の文字を混ぜてみよう。いやー無理だよ、無駄だよこんなの。え、なんか今解けんのかなこれ。ルックソールは作れそうだな。ルックソールってどんな続きだっけ。ルック…あ、でもゼロかこれ。ルック…ラグジュ…あ…いやー無理だな。 T3 つとか何に使うんだよって感じだしな。ラグジュ…いや無理だな、何にもならんな。全く意味が分かんないわ。はい、竹内探偵事務所です。俺だ、草薙だ。ああ草薙、旦那元。どうしたの、どこにいるの？すまない、今は言えない。一つだけ言っておきたかった。女ができたっていうのは嘘だ。まあそうでしょうね。ならどうして？私の気持ちを少しでも考えたことがある？すまない、今は何も言えないんだ。落ち着いたら全て話す。待って、理由を教えて。なんだあいつ、下手すぎるだろ。
本当に探偵か？チャプター1エンド。あいつ舐めやがって。リーコさん、私にも暗号文教えてくれない？どうしたの？私の先輩のことでみんな頑張ってくれてるのに。まあね、私だけ何もしないのは気が引けるわ。なんで君らの交友関係なんか叩けば叩くほどえぐい話になってくるの？どうなってんだよ。うん、気持ちはわかる。じゃあこれコピーして、何か気づいたらすぐ教えてね。もちろん。エニグマじゃなかったのかな。ああ、リリコ同伴 OK だって。頑張ってな。ごめんね、ユージ。本当にごめんな。ユージ一番働いてるよ。ボーナス出してあげようよ。王様アスカの件ね。店入る前に焼肉だって。ああ、気が重いな。ユージそう言わないで、しっかり頼むわよ。さすがに経費で落としてあげてね。はいはい。店に入る時間は7時だってさ。じゃあ7時にプレミアムで。これは、こっちはそれまで第二の愛人に当たってみる。第二の愛人。やっぱチャラそうだったもん、あいつ。中川麻里が勤めるエステは繁華街から少し離れた場所にあった。オフィスビルが立ち並ぶ静かな一角だ。ハーフトーン。あー、でもなんかこじゃれた店内だな。エステなんて行ったことないからわかんないけど。いらっしゃいませ。お、こいつか。あの、中川麻里さんはいらっしゃいますか。私ですけど。紹介してもらったんです、神谷静香さんに。ああ、そうですか、ルクソールの。はい、あかねさんの教室でご一緒ですよね。少しお時間あります？お聞きしたいことがあります。どんなお話ですか？須崎さんのことです。須崎さん？そうです。あの、失礼しました。私、竹内と申します。探偵事務所の調査員です。あ、言うんだ。ストレートだね。あの、探偵の方にはもうお話ししましたか？ああ、更新所のあいつか。どういうことでしょう？A1 探偵社の水谷さんという方でした。そんな名前だったっけ。昨日こちらに来られて、須崎さんの素行調査だっておっしゃってました。水谷さんが須崎陽一さんの。ええ、そうです。依頼人は明かせないとおっしゃってましたけど。私には分かってます。西原茜さんとのご結婚の件ですよね。いいんですよ、無理に隠さなくても。おお、なんかサバサバしてんなこの人。どうしましょう。同じ内容でよろしければお話しますが。あ、いいの、仕事中に。ごめんね。事情はわかりませんが、よかったら話してください。簡単な話です。須崎と私は付き合っています。おい、ブン、うん、うん。それを隠すつもりはないわ。うん、神谷さんからも聞いてるんでしょ。え、なんだこれ。はい、そう聞いています。悪夢か。個人的に須崎との付き合いは大切にしたいと考えています。でも結婚するつもりは全くありません。なんだ。何。いつからこの国は一夫多妻制になったんや。私は仕事を続けたいと思っているんです。いや、あなたは別になんか仕事でも何でもしてもらっていいんだけど、あの人結婚するんだよ。分かってんのかな。お、日本だよここ。分かってる。フレンドリーな口調だが本心かどうかは分からない。まっすぐこっちを見ている。よし、ストレートに聞こう。あ、まあこれだな。それならなぜ茜さんの教室に参加したの？嫌がらせ？それはね、個人的に興味があったから。いや、いい性格してなこの人。あの人が結婚するのはどんな人だろうと単純にそう思ったんです。え、なんか東京ってこんな感じっすか？もしかして俺が知らないだけで都会ってこんな感じ。不倫になりますよね。一般的にはそう呼ぶんでしょうね。一般的にはとかじゃないよ。そう、一般的とか、なんかそういうのじゃないんだよな。不倫って不倫なんよ。一般とかじゃなくて。でもね、竹内さん、予測なんてできないの。何が。男と女の関係ってなんてそう簡単には割り切れないでしょ。いや違うのよ、違うのよ。不倫って一応法的に合うとだよね。彼が降りるのかもしれない。私が降りるのかもしれない。どうなるかなんて誰にもわからないわ。いやそんな。映画の吹き替えみたいなこと言ってもダメだよ。そっから先は本当にプライベートなことです。まあ君らがいいならいいけど。わかりました。これでよろしいですか。結構です。怖っ。今度はお仕事抜きでいらっしゃってください。今からお手入れしておくと肌のツヤを保てますよ。
あ、はい、暇ができたら伺います。神谷さんと一緒にぜひいらっしゃって、それだけは勘弁してください。ありがとうございます。それだけは、それだけは許してくれ。どうやら中川麻里は本気だ。茜の存在を知りながらそれでも須崎と付き合うと言っている。浮気調査のつもりじゃなかったんだけど、これからどうしよう。そういえば水谷も会いに来てたようね。あの男は信用できないわ。西原徳蔵に、水谷の本性を教えておいた方がいいわ。いやでも須崎の本性も教えておいた方がいいでしょ。これもうなんか茜さんを止める以外にハッピーな未来ないと思うんだけど。竹内さん、考え直してくれましたか、浮気調査の件。 A1 探偵社の水谷さんという方にお願いしておいたんですよ。あのクズね。水谷さんなら先日うちの事務所に来ました。それはよかった。私との相性は最悪でした。どうしてです。信頼できそうな方ですよ。の人を見る目ねえな、おめえも。いいですか西原さん、これだけははっきり申し上げておきます。あの探偵社は信用できません。調査の依頼は自由ですが、あそこはやめた方がいい。法外な調査料を請求されますよ。決めたのは誰ですか。うちの家内が電話帳で調べたんです。いやもう電話帳なんで、ダメ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 、もうインターネットで、せめてインターネットで徹底的に調べよう。何も問題ありませんよ。なんで問題ないと思うんですか。なんで問題ないと思うんですか。戸惑いの表情が消え、不満をあらわにした。何があったのかちゃんと言ってあげようよ。背筋が微動だにしない。考えを変える気はなさそうだ。いるよな、こういう一度決めたらこれっていうの。それが美学みたいに思ってるやついるよな。いやダメですね。長年生きててなんでそういうの分かんないかな。水谷さんは誠実な人です。よくやってくれてます。協力してもらえないならそれはそれで構いません。でも変な言いがかりをつけるのはやめてください。変な言いがかりじゃないんよ。そもそも同業者の悪口を言うのはルール違反でしょう。A1 からお宅に乗り換えろってことですか。いや全く乗り換えていらないんですけど。そんなことは言ってません。うちで受けるなんてとんでもない話です。願い下げだしな。私ならもっと良心的な事務所をご紹介できると言ってるんです。そんな必要はないと申し上げているんです。リリコが言わないからじゃん。そんなのだって今ただ悪口言ってるだけだもんね、徳蔵からしたら。わかりました。余計なこと言ってすみませんでした。帰ります。根っからの頑固親父ね。いやお前の説明不足だろ。 A1 に騙されるまでわからないのかしら。いやお前の説明不足だよ。これじゃ確かに須崎さんも茜さんも苦労するわ。それはそうと、ユージはアスカとの同伴うまくやってるかな。そろそろ例のキャバクラに向かった方がいいわね。キャバクラプレミアムは歌舞伎町の外れにあった。メインストリートから遠く離れた路地裏の地下だ。ひらつくネオン横目に私は階段を降りていった。プレミアム、ここかい。また高そうなとこだな。値段の相場ってある程度決まってんのかね、キャバクラって。それともやっぱ立地とか、そのなんていうの、例えば銀座はめっちゃ高いとか、やっぱそういうのあんのかな。入り口に立つ黒服にユージを呼び出してもらう。俺のキャバクラ人生、龍が如くしか知らないからさ。もう疲れたわよ。女に興味ないってすぐにバレちゃった。相手の方が一枚上手。なぜ私を誘ったのかって逆に聞かれたわ。それはユージのせいだな。それで何て言ったの。茜さんの友達が心配してるって。別れてくれるように頼みに来たって、そう言っといたわ。善意の第三者っていう役からね。それでどうしたの。嫌だってさ。あの娘手に負えないよ。だからリリコに振っちゃった。もうすぐ親友が来るから話をしてくれないかって。そしたら話してもいいけど営業中だから金をよこせって。まあそりゃそうだわな。そりゃ普通だよ。さっきのエステも本来エステを受けるべきだと思うよ俺は。渡したの。渡した。15分1万円だって。たーかー、15分1万。だから15分だけ話せるわ。店の裏口に来てくれって。ありがとうユージ、今日はもう帰っていいわよ。じゃあね。ユージにそろそろキレられるんじゃないか。ユージの扱いひどくない。ユージを見送ってから急いで店の裏口に回った。薄暗い地下通路に立つ女がゆっくりと近づいてきた。おーん、
あんたがリリコ。竹内リリコです。かったるいな。早く聞いてよ。15分1万だからね。お金渡したでしょ。遠慮なく聞くわよ。須崎さんと知り合ったのはいつ？いつだっけ？結構最近よ。付き合ってるの？あんた、マジで聞いてる？マジで聞いてるよ。マジ以外に聞くことある？あの坊やにも言ったんだけどね。坊や。明るく染めた髪、きっと派手好きだ。派手な顔立ちだけど、ケバケバしくはない。結構ケバいけどね。話を聞けば聞くほど須崎との接点が見えない。胸元が大胆に開いている。ポロリとこぼれそう。こぼしてやるか。あ、でもそんぐらいか。まあどこだどこだっけ。あ、話を聞けば聞くほど、これか。でも聞いていい？不思議なんだけど、須崎さんがあなたみたいなタイプ相手にするとは思えない。バカね、あんた血を出すわけないでしょ。あいつはインテリだから簡単。あいつインテリ、すごい大槌打ってればいいんだよ。それにタイプなんて関係ないのよ。ああ、血を出すなっていうのは自分の話か。自分が血を出さないってことか。それにタイプなんて関係ないのよ。じゃあなんでお前は須崎と付き合ってるの？言ったら話聞いてる限りちょろい男っていう風に見下してるように聞こえるけど。男ってのは自分を好きな女を好きになるんだから。ああ、知らなかった？まあ言ったな。でもちょっと面白い。あなたの客あしらいを見てみたいわ。いつでもどうぞ。女の客だってきちんと相手するわよ。プロだからね。楽しみにしてるわ。一生来ないだろうな。そろそろ15分ね。延長料金払う。うん、やめとく。また来るね。なるほどね。ユージが苦手っていうのもよくわかるな。でも大沢アスカってなかなか面白い。でもユージがさ、いくらそっちの人だからとはいえさ、言ってしまえば女性は同性っていう感じになるんでしょ。別になんか同性の友達とかは苦手なタイプなのかな。ハスッパな物言いしてたけど、それだけじゃなさそうね。しかしこれだけの情報で1万円の出費か。今月は間違いなく赤字ね。それにしても須崎さんも大変ね。叩けば埃どころか埃だらけじゃないね。ハウスダストがものすごい待ってますよ。須崎の周辺には女の影がちらついている。そんなやつばっかだよ。どうなってんだ。でも浮気と呼べるほど決定的な証拠は見つからない。婚約関係って微妙だよね。でもあの暗号は？今のところ須崎陽一が誰かに恨まれてるって感じはしない。誰が出したんだろう。いやー、だから第三者がいるんじゃねえの。もう一人ぐらいいるんじゃねえの。振られた女が考え事をしながら事務所に戻った。よくもまあなんかそんなになんか浮気とかさ不倫とかする人思うけど、よくもまあそんなに女に興味があるよね。須崎陽一の話をもう一度聞いておきたい。連絡を取ろうとして携帯の番号を知らないことに気がついた。あかねさんですか？リリコです。ああ、リリコさん。須崎さんに連絡を取りたいんですが、携帯の番号がわからなくて。ああ、それじゃあ言いますよ。いいですか？0909026。ありがとうございます。でも今は電話に出ないかもしれません。江田先生の缶詰で出張すると言っていました。江田先生。江田先生？流浪の民を書いた作家さんです。ああ。先生ってことか。ごめんなさい、小説は読まないから。私もです。でも須崎さんが言うには、久々の大型人久々の大型新人かな。久々の大型新人。久々の大型人。そう、それです。プロフィールは明かさない謎の大型新人だそうです。ああ、缶詰の時はあの人電話に出ませんから。そうですか。缶詰って編集者は何するんだ。先生の見張りってこと。おい、締め切りもうすぐやぞっていう役かな。そうですか。一応かけてみます。で、あれから何か変わったことは？今のところ何も。不審なことがあったらすぐに電話してください。わかりました。おやすみなさい。おやすみなさい。電話を切ってからすぐに須崎の携帯に電話した。久々の大型人。
茜の言う通り須崎は電話に出なかった。とりあえず留守電にメッセージを残した。缶詰にするぐらいだったら携帯の電源切っときゃいいのにね。相手選ぶのかな。突然ごめんなさい、探偵の竹内です。番号は茜さんから聞きました。お聞きしたいことがあるので折り返し連絡をください。事務所でも携帯でもどちらでも大丈夫です。お待ちしています。え、誰？何？勝手に入ってくんなよ。いやね、声をかけても誰も出てこないから不法侵入で訴えますよ。勝手に上がり込まないで。すいませんね、ちょっと近くまで来たんで理由になってねえよ。お前ちょっと近くまで来たら不法侵入するんか。何の用かしら。空き巣の発想やぞ。こないだはね、悪いことしました。お前と和解とかないから。知りませんでした。お父様も旦那様もいっぺんにいなくなったとは関係ねえだろ。素性調査してんじゃねえよ。誰に聞いたの。木村秀治って男を知ってますよね。ここの調査員だった。誰だ。修二か。最近うちの事務所に入ったんですよ。木村さんが探偵の風上にも置けないな。よく探偵事務所で働いてたね。そんな人様の個人情報をバラすようなやつ。狭い業界ですからね、いろいろ教えてもらいましたよ。いいから帰れよ。リリコさんのこともやましいことはないわ。ああそうだ、言い忘れてた。お父さんそこにいましたよ。どこ。覗いてましたよ、門の外から。本当か。嘘じゃないの。これ大丈夫。今出て行ってあいつなんかいらんことするんじゃねえか。いない。騙されてない。大丈夫か。誰もいなかったわ。どうしてそんな嘘をつくの。嘘なんかついてませんよ。そんな気がしただけです。うわー、このゲーム嫌なやつ本当に嫌だよな。勘違いかもしれませんね。いやでもまあでもなんかこんなやついるもんな。人間味はたっぷりか。最低の男ね。どうぞ好きなようにおっしゃってください。あなたはかわいそうな人だ。同情しますよ。何なんだこいつ。帰って。そうなるよそら。おやおや、せっかく水に流そうと思ってやってきたのに何をだよ。何を水に流すって言うんだよ。挑発してるつもり。その手に乗るもんですか。え、水に流してやるのはこっちのセリフでしょ。心配しているのを知っててこの男はわざと。ああ何、なんか嫌がらせ。本当に嫌がらせなのかな。シンプルに腹の底で取り乱した私を嘲笑っていたんだ。でも挑発に乗りたくないよね。このままスルーするか。行きましたよ、これ清の旦那様から。随分なことおっしゃったようじゃないですか。あれは営業妨害ですよ。じゃあお前不法侵入だよ。それを言いたくてここに来たの。謝るつもりはないわ。あなたは信用できない。ひどいな、リリコさん。わかりましたよ、嫌われ者はさっさと帰りますよ。そもそも上がってくるんじゃねえよ。帰る帰らないじゃなくてお邪魔するな。水谷は本当に嫌な男だ。こちらの弱みを見透かして痛いところをついてくる。父が戻ったと聞いただけで膝が震えてしまった。どんなに強がっていても一人じゃやっぱり何もできない。いや、もう泣き言はやめた。水谷にからかわれたのは私に隙があったからだ。おお、どんどん鉄壁の女になっちゃうよ。このままじゃリリコが。お父さん帰ってきて。父が帰ってくるまで私がこの事務所を守る。弱音を吐くのはやめよう。オリハルコンみたいになっちゃうよこの人。今晩は酒の力を借りずに眠ってみせる。あーでもお酒がないと寝れないっていうのはもう結構来てるね相当。リリコさん、分かった分かったわよ。何が。どうしたのそんなに慌てて。暗号が解けたの。ほら見てよ。オスカ、オス、アスカ大沢。え、なんで。アスカ大沢、大沢アスカ。ま、か、か、か、ん?マリナ、あ、マリ中川か。中川マリ。え、なんで?すごいよ、まゆみ。どうやって解いたの?実は私、キーボードはひらがな打ちなの。ほう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 。考えてもわかんないから、とにかくパソコンで打ってみようと思ったのよ。何がエニグマだよ、あいつ。坂本。ひらがなで英数打つときは変換キーを押すの。でも間違ってひらがなのまま打っちゃったの。そしたら出てきたひらがなが名前だった。すごいね。そうなの。偶然とはいえ。でかした、まゆみ。ユージを呼んできて。やるじゃん。ひらがな変換とはね、まゆみじゃなきゃ絶対に気づかないわよ。
私のキーボードにはひらがな表示すらないもん。それもそれで珍しいけどね。ひらがなの方が多くない？キーボード。でもまだ謎解きは終わってない。たまに何も刻印されてないのを使う変人もいるけど。1個目の暗号が魚雷1大沢飛鳥。ってことはこれ誰かが仕向けてるってこと？あの須崎を落とすように。で2個目の暗号が、魚雷2中川麻里。ここまではいいわ、多分間違いない。でも魚雷って何のこと？魚が大水雷の、略で駆逐艦を沈めるために使う潜水艦の主力兵器です。ミリオタなのかなこの人。いきなり出てこないで。敵のソナーを混乱させる音響魚雷。はいはい。うんちくを語るときは目が輝いて早口になる。まあまあオタク特有のそれだよな。心の底から楽しそうだ。でもいい加減にしてほしい。こっちにしておこう。おい、いつ切るの腹。ストップ坂本くん。魚雷の解説は後にして。問題は彼女たちがなぜ魚雷なのかってこと。それは簡単です。推理すればおのずと分かることであります。分かるの？いやでもこいつ信用するな。エニグマとか言ってたぞ。暗号は解読されるために、謎は解かれるためにあると申します。前置きは端折ってね。簡単なことですよ。彼女たちは人間魚雷です。人間魚雷。監視に爆薬を積み、目標艦の船底を目指します。人間が乗り込む特攻魚雷です。だからどういう意味？文字通りの意味です。おそらく2人の体には爆弾が埋め込まれています。やべえのよ発想が。うかつに近づくとボン、一撃必殺であります。ドクターゲロが作った人造人間かよ。ストップ、絶対ありえないから。一体どんな脅迫よ。お願いだからもっとまともに考えてよ。お前は物だけ作ってろ。恐縮です。恐縮するな。坂本くんに期待した私がバカだったわ。でもまあ須崎に用意された地雷ってとこだよな。でもだから意味不明でしょ。確かにね。でも宛名は須崎陽一だから駆逐艦は須崎さん。まあ駆逐した方がいい人間ではあるけどね。撃ち込まれた魚雷2発は大沢飛鳥と中川麻里。手紙や犯行声明みたいなもの。そう考えればどうかな。誰かが茜さんと須崎さんの仲を裂こうとしている。大沢飛鳥と中川麻里はそのために雇われた仕掛け人ってこと？そう考えるのが自然だと思うけどね。そういうこと。つまりあの二人は偽の恋人？須崎さんに確かめないと。須崎は電話に出ない。その後も何度かメッセージを入れたが返事はなかった。でもじっとしているのは性に合わない。酒飲んじゃうしな、じっとしてたら。大沢飛鳥と中川麻里、もしこの二人が嘘をついているとしたら、質問をぶつければ何か見えてくるかもしれない。ハーフトーンの近くまで来てふと気づいた。須崎に見せるために中川麻里の写真が欲しい。でもすんなり撮影させてくれるかな。しばらく考えてから真弓を呼ぶことにした。ねえ真弓、あなた綺麗になりなさい。ああエステか、いいじゃん。どういうこと？フェイシャルコース1時間9800円。おお、いいお値段するね。エステで花を磨くのよ。中川麻里を指名して予約を入れておいたから。まあリリコは面割れてるしな。彼女に質問することは？特にないわ。いいけどそれだけ？ううん、一つだけお願いがあるの。発信機か。中川麻里の写真を撮って。写真？マイミって化粧品詳しい？かなり知ってると思うよ。じゃあこれでいこう。コスメの記事を書いてるライターって役柄で、向こうが話しかけてきたら無難な答えを返しといて。分かった、やってみる。みんな肝が据わってるね。さすが探偵事務所に勤めるだけはあって。マイミを待っている間、私は近くの喫茶店で時間を潰した。喫茶店を出るとマイミも店から出てきた。どうだった？うまくいったと思う。コスメの話で盛り上がったわ。マイミさんっていい人ね。マリさんっていい人ね。エッセのこともいろいろ教えてくれた。コンマルノウハウを学ぶためパリに留学してたんだって。パリ。なるほど、フランスがここでつながるのか。パリ。
パリで3年間学んだらしい。だからフランス語も一通り話せるって。目標のある人って素敵ね。個人的に通おうかしら。あ、いいじゃんいいじゃん。いいかもね。私はこれから中川麻里と話すから先に事務所に戻ってて。わかったわ。何に使うんだこの写真。いらっしゃいませ。あら竹内さん、ちょうど今ご紹介の方が帰ったところですよ。ええ、すれ違いました。竹内さんを試してみますか。いえ違うんです、聞きたいことがあったので寄ってみました。あらら、仕事中やぞこの人。もうお話することないと思うんですけど。まあいいでしょう。ありがとうございます。須崎さんと知り合ったのはいつ頃ですか。須崎はなんて言ってるの。まだ聞いていません。そう、それならいいわ。そうね、1年ほど前かしら。それならいいわ、気になるな。どこでお知り合いに。プレイバックというお店、新報社の近くにあるバーよ。須崎はそこの常連なの。声をかけたのは須崎さんの方から。ええ、そうよ。男に声をかけるなんて、そんな勇気は私にはないわ。へえ、ありそう。その日のことはよく覚えてるわ。ちょっと話聞こうか。友人と待ち合わせをしていたんだけど、すっぽかされたの。一応チェックしとくか。いつ亡くなるか分かんないもんな。彼女がバーで飲んでいたら男の視線を集めるだろう。なぜ、なかなか堂々とした態度だ。自信に満ち溢れている。まあそうだね。なんか、やっぱ美容にこだわってる人って自然と自信というか態度に出るよね。言葉に詰まってる。なんかあったよな今。言葉に詰まったり迷ったりすることはない。これ別に突っ込まなくていいんじゃないか。仕方ないから一人で飲んでたわ。須崎と知り合ったのはその時よ。ナンパってことか。須崎さんのお住まいは。代々木上原よ。あなたはどこに。この近くのマンションよ。週に何回会ってますか。なんだか刑事さんみたいね。まあ似たようなもんだしな。ごめんなさい、答えたくなかったらそう言ってください。うん、大丈夫よ。そうね、何回かなんて数えたことはないわね。お互いに忙しいから会ったり会わなかったり。須崎も大人だからこちらの都合を優先してくれます。待てよ、これ本当か。本当なのかな。今ふと思ったんだけど、これ須崎知ってんのかな。須崎この人のこと知ってんのかな。あ、だから写真撮った可能性はあるね。須崎さんの故郷は都内じゃないの。出身がどこかなんて聞いたことありませんから。西原茜さんのことはいつ知りました。初めから付き合ってる人がいるのは知っていました。結婚の約束をしていることは知りませんでしたけど。気になりませんでした。その時は何とも思いませんでした。私も1年前は別の彼がいたから。今もそうですか。いいえ、今は須崎だけです。須崎さんのために別れたんですか。どうでしょうか。そんなに暇じゃないんです。二人と付き合うような時間がない。正直に言うとそうなります。少なくとも須崎さんを選んだことは確かですね。ええ、そうです。須崎さんはどんな食べ物が好きですか。待って、こんな質問意味があるんでしょうか。いや、相当意味があるよ。あなたは何を知りたいの。あなたが知ってる須崎の情報を知りたい。本当のことです。私が嘘をついているって。そういうことですか。ごめんなさい、ついきつい言い方になって。いいの、私の方も大人げなかったわ。でも考えてみて、私が嘘をついても何の意味もないでしょ。そうですね、須崎さんにも聞いてみます。また改めてお時間をいただけますか。いいでしょう、気が済むまで付き合いましょう。あ、でも自信はあるな。でもこれからはいらっしゃる前に電話を一本ください。予約が入っているとお話しできないこともありますから。ありがとうございます、必ず連絡を入れます。プレミアムの前から大沢飛鳥の携帯に電話を入れた。はーい、大沢飛鳥です。どなたかな。竹内です。なんだあんたか。なんのよ。嫌いじゃないな。話をしたいんだけど。店内で、それともまた裏口。裏口コースで。15分1万よ、分かってる。いいわ、それで。今すぐでもいい。いいよ。じゃあ裏口でね。何の話。その前に写真撮らせて。
別料金よ、1枚1万円。はいはい、たっけ。どこの大人気アイドルだよ、怖いっていや怖いって、あの子は怖いって。どうしたの、早く取りだよ。あ、うん、ちょっと待って。え、ん、幻覚霊で話って何？てかやっぱリリコに見えるよね、あの子。須崎さんと知り合ったのはいつ頃？半年ぐらい前。きっかけは？話したくない。話してよ。やだ、1万払ってんねやぞこっちは。料金払わないよ、それも困る。じゃあ話して。参ったな、笑わない、笑わない。約束よ、約束する。小説持ち込んだの、須崎のとこに。はあ、え、なんかこれは本当っぽいな。小説？てかなんか肩に傷ついてるけど大丈夫？茜さん、茜さんじゃない、飛鳥さん。ほら笑った。笑ってない。ヤバ嬢が小説書くのはダメなの？全くダメじゃないでしょ、いいと思うよ、全然。応援するよ、なんなら。そんなこと言ってない。で、どうだったの？全然ダメ、才能ないってはっきり言われた。いいじゃないか、才能あるなしじゃないよ、書きたいから書くでいいじゃんよ。悔しかったけど諦めがついた。小説を書くって別に小説家になることとイコールではないからな。肩これ大丈夫？化粧でごまかしている左腕の傷、須崎は気づいたかな。うん、これ気になるよね。その傷どうしたの？コンシーラーとファンデで目立たないようにしてあるけど左腕に傷があるでしょ。これは関係ないよ。ありそうだな。こっちはお金払って質問してるんだけど。あんたには関係ない。関係あるかないかはこっちで判断するわ。それは何？怪我したの？古傷だよ、昔の。あんたにも須崎にも関係ない。これ前からあった？昨日からあったのかな。ほっといてよ。ああ、15分経った。延長する？延長する。最近は飲みに来るの？月に3回か4回結構来とるな。いつも同伴？まあ同伴は月1かな、結構忙しそうだから。どっかに出かけたことないの？デートってこと？そう、デート。ないわ、そんなの無駄じゃん。なんで？須崎さんの出身って知ってる？知らない、そんな話しないって。どんな話するの？外国の話。外国の話？学生の時フランスに留学してたんだって、須崎さんが。そうよ、知らなかった。仏文化だってんのかな。卒論はプルーストの失われた時を求めて。知ってる？わかんないな。これレポートっていうの？あー、作家の江戸孝吉につきっきり。特に知りたい情報はないな。知らない、いろいろ話してくれたよ。私も大学行きたかったな。お店には大学生もいるんでしょ？みんな偽物よ、肩書きだけのね。本当の学生なんて一人もいないわ。最後に一つ、須崎さんが結婚したら関係は清算するの？バカみたい、お客の半分は既婚者よ。そんなこと気にしないわよ。そうよね。あー、でも付き合ってるっていう感じではなさそうだけどな。金ずる？どっちかっていうと。また話聞かせてくれる？あ、ちゃんと3万円払ってる、律儀だな。お金払ってくれるなら大歓迎よ。お金大好きだね。これでマリとアスカの写真は手に入れた。写真を須崎に見せればきっと真相が見えるはずだ。え、でもまだこれエピソード2ぐらいだよね。もっとややこしい話になってくるのかこれ。竹内です。リリコさん、またあの手紙が来たんです。暗号の手紙ですね、3つ目か。そうです。でもまた文面が違ってるんです。3人目の魚雷か、第3の魚雷。いいっすねいいっすね、第3の魚雷。